スノースノースノー、今週はニセコ東急グランヒラフスキー場からお届け。ゲストにはプロスキーヤーの今泉秀明さん、そしてスキー界に新たな風を吹かす男、後藤陽一さんがゲストイン。スノースノースノー、吉田雅宏です。大川奈々です。いや、奈々ちゃん、どうですか？映えてますね。最高のコンディションなんですけれども、はい、今回はですね、ニセコ東急グランヒラフスキー場にやってきております。イエーイ。このですね、最高のコンディションの中、はい、スペシャルゲストの方と一緒に滑られるということで、はい、早速お迎えしたいと思います。今泉秀明さんです。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。今泉さんはですね、私たちがデモンストレーター時代、そして技術戦の選手時代に大変お世話になった大先輩です。そうなんですよね、はい、そしてなんと未だにこう現役でご活躍されているということで。いや、すごい。はい、そしてですね、はい、今泉さんはこちらですね、ニセコ東急グランヒラフスキースクールの校長先生でもありまして、はい、ここの土地をですね、一番よく知っている方だと思いますので、うん、今日はですね、今泉さんと一緒に滑らせていただければと思います。今泉さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いや、今日はもうめちゃくちゃ天気がいいので、いろんなコースちょっとお連れしたいなと思いますので、ぜひ楽しんでってもらえればなと思います。はい、一日よろしくお願いいたします。お願いします。です今日は最高です、本当に、はい、あの辺もさ、全部コースなんだよね。本当コースっていうか、あっちのコースから、うん、あの林の中どこでも落とせるんだよね。あ、OK なんですか？ OK なの、そうなの、OK なの。このロープさえくぐらなければ、うん、もちろんこういった接板と、そう、空いた林の中もね、いけるんで、まあサイドカントリーとかを、まあ、リフトでね、簡単に行けるから、はいはい、すごくこう、いいよね、上級者だけじゃなく。そうですね。
本日のゲストは株式会社パイオニアワーク代表取締役の後藤陽一さんです。後藤さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやお越しいただいて本当にありがとうございます。いえいえ、ね、お呼びいただいてありがとうございます。いや今ですね本当にこう僕がですね、はい、もう本当にご注目させていただいている方でして、あのぜひこう対談したいなということで、ありがとうございます。はい、ご招待させていただいたんですけれども、あの後藤さんですね、はい、視聴者の皆様に向けてですね改めまして、はい、あの簡単なこうご経歴を、まあ、たくさんあると思うんですけれども、あのお話しいただければと思うんですが、はい、大学の時にあのスポーツマーケティングの勉強をしていて、将来的にスポーツの仕事したいなっていうのは学生の頃からずっと思ってたんですけど、もう決まってたんですね、それはこう、そうそう、なんかしたいなっていう。そうそうなんです。大学の時にあのスイスの今オリンピック委員会の本部があるローザンヌっていうところで、はい、スポーツマーケティングの勉強をしたりとか。かっこいいですね。かっこいい。はい。でまあ、日本でどこの会社に入ると一番スポーツマーケティングできるのかなみたいなことを考えて、いろんな人に話を聞いた結果、まあ、電通にあのその時入社しまして新規事業開発の部署に行って、はい、でなんかその新規事業なんでなんか好きなこと1個やっていいよって言われたんで、当時バックカントリースキーにめっちゃハマっていて、あ、そうなんですね、はい、いろんなとこにこうスキーに行ってて、でたまたま YouTube でフリーライドワールドツアーっていう日本でも今白馬とか、はい、でやっているフリーライドの大会の海外の映像を YouTube で見て、で、まあ、それを誘致するっていうプロジェクトを電通の社員としてやってたんですよね。あ、そうなんですね、はい、あれはじゃあ電通さんも絡みながら日本でこうやりたいっていうことで、いや絡めようと思ったんですけど、はい、全然儲かんないってことで、はい、電通に一切絡んでもらえなくて、その後それが2017年に初めて大会をやって、でプロジェクトは2014年からやってるんですけど、2018年にちょっといよいよこの会社の中でこれ やり続けるのは無理だと思って、会社を辞めて、そのフリーライドワールドツアーの日本の社員みたいな形で、スイスの会社に雇われてる社員だったんですけど、で、まあ、それもなんかいろんなスキー場さんとかと話してるうちに、なんか仕事がもっと広がりそうだなっていうふうに思ったんで、自分の会社を作って、でそのフリーライドワールドツアーとは今ライセンス契約っていう形で契約して、今もイベントの運営とかもやってるっていう感じですね。で今すごく話題になっている、うん、アースホッパー、はい、あるじゃないですか。あれすごくこう反響あったと思うんですけど、まあ、僕もですね実は購入させていただいておりましていろいろそこの部分ですね今回のお話伺いたいなと思ってたんですが、はい、まずアースホッパーが立ち上がった経緯ってどういったところがあったんですか。うん、あれはもうアメリカとかスイスとか、まあ、ヨーロッパとかでやってるビジネスモデルのパクリなんですよ、完全に。そうなんですか。はい、でエピックパスっていうのは実はアメリカだとすごく有名で、はい、ベイルとかウィスラーとか、あ、はい、ベイルグループが持ってるスキー場の中を、シーズン滑りたい放題で、10万円くらいの値段なんですけど、うん、もう、70万枚とか80万枚とか売れてて、日本ってシーズン券ってなんか1スキー場で1000枚とか売れないじゃないですか、はいはいはい、意外とないですよね。そうそうそう、それが70万枚売れてるってなんかちょっと桁がおかしいなと思って、で、まあ、その北京オリンピックとかもあるし、はい、その日本とかアジアっていうくくりでそのエピックパスみたいなものがあると、もっとこう日本のいろんなスキー場のことを世界の人に知ってもらえるんじゃないかなみたいなところを思って、構想自体はもう 5,6 年前からあって。そんなに長く、はい、構想してたんですね。そうですね。すごい、やっぱりいろいろ調整したりとかするのが大変ですよね。いや、まあ、絶対なんか日本じゃ成り立たないなと思っていたんですけど、その、まあ、コロナもあって、はい、結構やっぱ日本のスキー場さんが何か新しいことやらなきゃいけないっていうふうに思ってたっていうのもあって、まあ、今だっていう感じで今年満を持してっていう感じでやったんですよね。うん、じゃ最終こう発表する時 の、 その、まあ、コロナがくしくも一つのこうきっかけというか最後のこうアクセルになってローンチされたっていうような展開なんですか。コロナがなければ30個のスキー場に参加していただくみたいなことは多分無理だったろうなと思います。あ、はい、なるほど。僕も実際にこう購入させていただいたときに、一つはまずその、まあ、ユーザー目線としてはこう、まあ、元が取れるかどうかみたいな話に多分なると思うんですけど、うんうんうん、まあ、自分 の、 その行くスキー場とか数えて、うんうんうん、あ、これ絶対買った方がいいなってまず思ったんですけど、うんうん、プラスせっかく買ったんだったらここにあるラインナップされている、うんうん、行ったことないスキー場も行った方がいいなって思ってるんですね。ユーザーさんからの反響ってどうですか。まあ、そのアースホッパー持ってるからどこどこのスキー場に行こうと思ったけどこっちの方が雪良さそうだからやっぱこっちにしようみたいなのを当日決めるとか、う
それいいね。それができますもんね。そういうのとかをやっている方がいらっしゃったりとか、なんか新しいスキー場の楽しみ方みたいなのができてくるんじゃないかなと思うんですよね。スノースノースノー。I've got a million emails that I haven't read. Got a break past weekend that I gotta check, but I don't mind it. Cause I got a riding on that shotgun side. Would that take me to the sun? その配信者はね、この辺も全部落とし込んでくれるから。Yeah, we're flying. We got 10 miles of open road.There's some baggage sitting in the trunk I see In the rear view mirror looking back at me No, I don't hide it Cause she's dancing, singing out to every song And she's always got all of the lyrics wrong But she don't mind it No, she's still shining We got 10 miles of open road お腹が空いたらホテルニセコアルペン本館2階にあるレストランスラロームがおすすめ。うん、すごい柔らかい。味もすごく染みててとっても美味しいです。それでは焼きチーズハンバーグと野菜のスープからいただきたいと思います。焼きチーズハンバーグすごい肉汁が、うん、うん、うん、ビーフ 100% 美味しいです。私はエビ天重を頼みましたので、ちょっとエビからいただいてみたいと思います。ではいただきます。うん、おいしい。衣がサクサクでエビがプリプリでとっても美味しいです。一番気になるのが、はい、アースホッパーの今後のその展望なんですけれど、もしまあこれもお話できる範囲で、はい、そうですね、まあそのフリーライドの大会も やりたいことは根本的には一緒で、で、まあ、うちの会社の株式会社パイオニアワークって会社もやりたいことは結構まあ突き詰めると1個しかないんですけど、日本の雪とか自然の中でやるアウトドアスポーツみたいなのをもっとこう世界の人に魅力を知ってほしいっていうのが一番の、まあ、コンセプトというかやりたいこととしてあるんで、フリーライドもその白馬とか、のバックカントリーのこう素晴らしさを有名なスキーヤーがそういうところを滑って映像を配信することで世界の人にこう伝えるっていうようなことがある程度できたかなと思ってて、はい、で、アースホッパーも、いろんな日本のスキー場素晴らしいスキー場が入って、で、まあ、中国とかアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、まあ、
コロナ前はいっぱい外国からも来てましたけど、そういう方にもこう買ってもらって、一箇所だけじゃなくて小さいスキー場でも素晴らしいスキー場が日本にいっぱいあるんで、そういうのをこう知ってもらうっていう風になればいいなと思ってます。で今一応社内のメンバーで使ってるキーワードとしては、アーススポーツっていうコンセプトを一応打ち出していて、その地球の上で遊ぶスポーツみたいな、なんかこの辺、これがうちの会社の事業領域だっていう風にメンバーには言ってるんですけど、すごい素敵な、はい、キャッチコピーですね。最後にですね、視聴者の皆様にスキー やられてる方たくさんいらっしゃるんですけども、後藤さんから何かメッセージいただければと思うんですけれど、結構やっぱり日本のスキーヤーの方って、まあ、もしかするとこういう風にスキーをやるもんだっていう感じで、固定概念が割とある方が、はい、いらっしゃるんじゃないかなと、多いんじゃないかなと思っていて、なんですけど、まあいつも行ってないスキー場に行ってもらったりとか、あとは、まあ、いつもたまにはちょっとバックカントリーとかにもこう行ってみると、実は日本の雪山ってすごい、フィールドがもうスキー場の外も含めて無限に広がってるよねみたいなことに気づいてもらったりとか、あとは、マウンテンバイクに乗ってみると、意外とこうスキーのこう、なんていうんですか、感覚とかが使えたりとかして、はい、すごい楽しいよねとか、なんかそういう感じで新しいことを始めるみたいなことにいろんな人がチャレンジすると、もっとこう結果的にスキー業界も盛り上がるんじゃないかなっていうふうには、思ってるんで、そういう感じですかね。フィールドでこうたくさん遊んでもらってるんですね。ということで本日はですね、株式会社パイオニアワーク代表取締役の後藤祐一さんにお越しいただきました。後藤さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。スノーストーストー、なんかあれですね、今日晴れから大雪まで、ニセコを満喫してますね。ザ・ニセコっていう天気だけど、明日またいいかもしれないですね。最高。でも朝の晴れは本当久しぶりに見たから超最高です。ナナログです。本日はですね、クラウンビュンデンさんにお邪魔しております。
こちらクラウンビュンデンさんは地元の方、そして観光客の方にとっても愛されているお店です。私もですね、必ずニセコに来た時は寄らせていただいて、美味しいスイーツやお食事をいただいております。そして私の隣にいる素敵な男性はこちらクラウンビュンデンさんのスタッフでもあり、そしてプロスノーボーダーの渡辺大輔さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのお店クラウンビュンデンさんの名前の由来は何かありますか？はい、僕の母のおじいちゃんなんですけど、はい、実は、うん、すぐそこのニセコグランヒラフがあるじゃないですか、はい、そこにリフトをかけたのがちょっとうちのおじいちゃんなんですよ実は。すごいですね。そうなんですよ。すごい。で、はい、そういう絡みもあり、うん、あとクッチャン町とスイスのサンモリッツっていう町があるんですけど、そこが姉妹都市で、はい、で、それをつなげたのも僕のおじいちゃんなんですよ。おじいちゃんすごい方ですね。おじいちゃんすげえんですよ。すごいですね。頭上がんないんですよ。ちょっと僕一回も会ったことないんですけど。そうなんですか。はい、もうニセコの街をこう結構、ね、伝説を作っていった。いやもうレジェンドですね。ね、過言ではないですね。He's legend って感じで。すごいですね。で、うちのお母さんが、ニセコでお店をやるって言った時に、おじいちゃんサンモリッツと姉妹都市にしたし、ちょっと馴染みのないというか、グラウビュンデン州っていうのがあるんですけど、そこから名前をいただいて、で、お客さん、グラウビュンデンってあまり聞かないじゃないですか。そうですよね、名前というか、で、お客さんの会話のきっかけにもなるようにっていうことで、そこからグラウビュンデンっていう名前になったのが始まりなんですよ。そんなに壮大なエピソードがあったんですね。はい、大輔さん、それではおすすめのメニューをいただいてもよろしいですか？はい、ぜひ使わせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、お待たせしました。美味しそう。クラウビュンデンサンドになります。クラウビュンデンサンド、はい、美味しそうですね。このフランスパンとベーコン、そしてスクランブルエッグ、チーズの組み合わせが最強です。絶妙ですよね。はい、絶妙。もう絶妙が最強です。ありがとうございます。とっても美味しいです。第3回目のスノースノースノー、いかがだったでしょうか？世界に誇るニセコクオリティ、さすがでした。そして後藤さんの今後の活動も要チェックです。お前は優しいが足りてないな、ハングリーさ、昔から大体そんなタグに貼られた名刺、ノー天気偽善者、明るいチビに八方美人、どれもそうかもなぜかこう、これが楽な姿勢、合わせます都合、あの時の行動、誰のための今日、分からぬまま始まるわさ、結果はなんだ、変な話どうでもよかった、その時に喜ぼれ、構えがいたなら言うて、そこそこ生きて立つ、えい、もちろん奥へたまる距離も罰、数の行き止まり、探すとはたどり着き方で変わる景色、鮮やかさ、小さな歩幅、大きな遠回りが縁取る器のサイズ形、人は死んで